である。よかろう、受けて立とうぞ。受けて立つのは上等だけど、まずい流れよ。分かってる。ですが、様子見を気取る段階とはやや言い難いかと。分かっておる。このまま行けば金蔵の存在が再び蒸し返される。書斎の結界も長くは持たんな。それだけじゃないわ。さらに厄介な展開になるわよ。いい？一手、二手、三手、詰めて、夏日。エリカが全員を集めたのは、むしろ我らには好都合です。観測者の及ばぬ全ての闇は我ら悪魔のもの。今を逃しては打てぬ手かと。夏日はキング。動けぬ駒なれど取らせることは許されぬ。先手を取ろう。ここで失すると夏日が詰められる。ガープ頼めるか。もちろん。密室トリックもアリバイもミステリーなんて私がまとめて風穴を開けてあげるわ。任せて。私が始末する。厄介なことになりましたな。なるほどな。ラムダデルタ教にかかってはわらわすらも駒に過ぎぬというわけか。序盤は駒の損得より展開を急げという。かなわぬな。あの御人にはそうはさせぬぞ。夏日はわらわの使える最後の主。このベアトリーチェと契約する限り決して取ることかなわぬ駒と知れ。クラウスの部屋は空っぽ。ベッドは空っぽだったけど、それまでの5人の殺害現場と同じでおびただしい血痕が残されていたわ。でも死体はない。ないわね。じゃあ死んでない。ないかもね。どういうこと？兄さんはどこにいるのよ！この血まみれのベッドじゃな。考えたくねえが、ゲストハウスと同様に首を切られて殺されたと考えるのが妥当だろうぜ。でしょうな。この出血量では無事を考えるのは難しい。しかし旦那様はどちらに？なんてこった。第一の番人、6人を生贄にっちゅうのか。クラウス兄さんには自分の部屋の扉を施錠する習慣はないの？私たちは今鍵を開けずに入ったわ。いえ、旦那様にも施錠の習慣が。と、当家では奥様のお言いつけにより。クラウスおじさんの部屋を開けられる鍵は何本あるの？旦那様がお持ちの一本の他にマスターキーが。ああ、鍵がどうこうなんてくだらない論争です。源氏さんがすでに犠牲になっていることをお忘れですか？彼のマスターキーは紛失しています。ですから今やこの屋敷のすべての鍵は意味をなしません。つまらないですね。つまりこの屋敷には密室殺人は今までも
これからも存在しないということです。やれやれ、退屈なミステリーになりました。ジェシカもこんな風にベッドで。ねえ、そうよ、ジョージと同じに首を切られて。ジェシカに合わせて。私、ジェシカの顔さえ見てないんです。ジェシカ。待ちんや、ナジーさん。まだ犯人が近くに潜んでいるかもしれない。一人にさせるのは危険だ。では皆さん、夏日さんのためにも一度ゲストハウスへ戻りましょうか。死に顔を見たって何かが進展するわけではありませんが。お前には心ってもんがねえのか。心？何ですかそれ。そこのベッドに。ベッドくに？ジョージは どこなの？おいおい、こりゃどういうわけだ。この部屋はちゃんと施錠していきましたよね。これで犯人がマスターキーを持つことが確実となりました。またしても私の推理通り。そんなことはどうでもいい。どこに行ったんだ、みんなの。ジョージの兄貴たちの遺体はどこに行ったんだ。面白い真似を。さあさあ、ほらほら魔法よ。ベアとのどこのカープが魔法で死体をどこかへ隠しちゃったわ。私たちは全員で一緒に行動していた。だから全員にアリバイがあると。あなたの推理はこうでしょ。実は4人は死んでなくて死んだふりだった。それでみんながいない間にどこかへ身を潜めた。正解かしら。誰の死亡宣言をも赤では出す気ないんでしょ。当然よ。ベアとのパーと違って私は緑に赤をサービスしたりしないわ。なら喜んで青き真実を使わせてもらうわ。この程度のこと、いくらでも抜け道は思いつくもの。はいはい、どうぞ。青き真実タイム。まず考えられる一つ目、実は犠牲者は死んでいなかった。
死んだふりをしていて、こっそりどこかに隠れたのよ。何しろあんたは誰の死亡についても赤き真実で宣言してないものね。たとえ傷口ばっくり見せられちゃっても赤くなきゃそうくるわよね。基本よね。でもダメよ、赤き真実なんてサービスしないわよ。何しろゲームの最後、10月5日24時にちょいと一箇所否定すればいいんだもんね。ああ、魔女側は有利だわ。バカバトルならこれで終わるところでしょうけど、ベルンは違うわよね。当然、こんなのは誰もが思いつくくだらない一手。まだ続けるわよ。2つ目、遺体はクラウスが運んで隠した。クラウスはあんたがさらってどこかに監禁されてるように演出されてるけど、実際はフリーなのかもしれない。クラウスにアリバイはないわ。クラウスが彼らの死体を隠したのよ。ああ、そうよね。赤き真実でクラウスの監禁を宣言したわけじゃないものね。言うもんね。敵を騙すのは味方から。夏日に自分が囚われてるように嘘をついたっと。他には？3つ目、そもそも死体が別人、犠牲者そっくりの身代わり死体よ。ジョージたちは最初から隠れていて、その後に身代わり死体を片付けた。死体は最初から死んでるから、島の人数にはカウントされない。何それ、超イカス。つまりあれだけの人間が寄ってたかって死に顔を見て、全員が全員身代わりの死体を見抜けなかったと？赤き真実をあんたが行使しない以上、全員が全員遺体の身元確認を誤認した可能性だってあるわ。あんたに誰も人物を誤認しないって復唱要求に応える気があるなら直ちに引っ込めるけど。嫌ですよーだ。そんな挑発には乗らないわよ。赤き真実はね、もったいぶるから効果的なのよ。たくさんの青き真実の中からたった一つだけを選び、赤で叩き切る。そしてその他すべての青き真実はそれが正しかったのかどうかも明かされないまま闇に葬られて消える。その闇こそ魔女の世界。あんたに与えられる真実なんて何も存在しない。この子、バカそうなふりしてなかなかだわ。決して挑発に乗りやしない。魔女の闇ってもんが何か、本当のゲームマスターのベアテよりよっぽど理解してるじゃない。そしてどうやらガープもそれをよく理解してるみたい。この死体消失の一手、ラムダとベアとの双方にとってなかなか有効だわ。とりあえず私も死体消失について思いつく仮説を3つほど挙げてみた。1つの謎に対し3つの青き鎖だから、3つのうち1つを否定すればいいわけじゃない。3つの鎖を全て抜かない限りこの謎は貫かれてる。それが魔女狩りの鉄則。鎖は1本じゃ全然足りない。鎖1本で死んでくれるのは吸血鬼程度。魔女に比べりゃ吸血鬼なんて貧弱なもん。本物の魔女は鎖でめった刺しにしなきゃ死なないのよ。殺し屋だってそうでしょ。殺し屋が綺麗に一発の弾丸だけで相手を殺すなんて日本の漫画の中だけ。本当に殺し屋なら弾倉が空になるまで全弾ぶち込むわ。あんただってそうするでしょ。無論私もよ。でもこんなのこの子のことだから、赤一つで一刀両断にしてくるでしょうね。彼らの死亡宣言とクラウスの無実、この辺をちょいちょいって赤で語るだけで私の鎖は3本とも抜けてしまう。まあそれでいいんだけどね。赤き真実が出てきたらそれに合わせて再び青き鎖でめった刺しにしてやるだけのこと。それが魔女のゲームの進め方。ああ楽しい。バトラのまどろっこしい戦いにずっとイライラしてきたから本当に楽しい。ええ、分かってるよラムダ。こんなの第一の番の最初の最初、前哨戦でしょ。そうでなくっちゃ、あんたをボロボロに負けさせて、悔し泣きさせて、床を這いつくばらせて、かきむしらせて、
その可愛らしい髪の毛を掴んで床になすりつけながら笑い転げる楽しみが薄れちゃうもの。ごめんね、ゲンジ。そこでゆっくり永眠してたいだろうけど、そういうわけにはいかないの。後ろ宮家の最後の当主、夏日に死して名を奉公するために、ここから消えてちょうだい。見事な切り口じゃない？まさに一刀で切ったのね。こんな真似ができる奴が権限しているの。いやね、これが可能な心当たりのある奴にろくな奴がいないわ。死体がなければ行方不明。行方不明扱いとは、犯人と疑われ、同時に犠牲者とも疑われる。まさに猫箱の中身そのもの。開かれることの決してない猫箱の中の暗闇こそ、我ら悪魔と魔女の住みか。言って遅かったわね、名探偵さん。どうしてガープ様は死体を隠して回るのかしら。知らない。でもガープ様ってなんかかっこいいよね。なんていうのか、惚れるわ。バカ言ってんじゃないわよ。見張りはどうしたの。人間たちがゲストハウスから戻ってくるわよ。ガープ様。ええ、退散するわよ。これでなんとか夏日に逃げ道を作れた。僕の七姉妹ともあろうものが、子供みたい、バカみたい。ガープが五人の死体を無事に移動させたようです。ご苦労であった。しかし次が厄介であるぞ。ゲンジの死体の消失に多少は驚くでしょうが、彼らの次の関心は再び金蔵の書斎に向くでしょう。書斎の鍵は2本。夏日が全て所持していて幸運であったな。もしゲンジに1本を預けたままであったなら、それは今頃ラムダデルタ教の手に落ちていたであろう。どうやらラムダデルタ教は金蔵の死を隠すつもりはさらさらないようですな。お嬢様が築き上げてきた堀も塔も城壁も全て見捨てて戦われるつもりのようだ。おかしな三角対決になったものよ。我らはそれぞれが敵であり、時に意図せずして連携しておる。
三つどもえが2対1になったかと思えば、逆に1対2にもなる。ほら、あれだ。